ただいま。タイガーマスクさん、ありがとう。今日は眠さの限界までやります。わー、シャタマさん、ありがとう。あ、やばい、これ話すの忘れてた。タケボン、ありがとう。ユウスさん、ありがとう。そうなんです。なんかさ、この4日間、この4日間多分日本で一番頑張ったアイドルだと思ってるんですよ、私 STU のことを。トールさん、ありがとう。日本で一番頑張ったアイドルだと思う。 MV 撮影を2日間して、残りの2日間で4公演をやるっていう、この4日間、本当に日本で一番よく頑張ったって自負しています、私はと思ってるんですよ。もうね、でも聞いてください、その MV。 しんじ、ありがとう。お、こうじさんかな、つねたるさん、つねたるさん、ありがとう。聞いてほしい。 MV 撮影の2日間はもうドラフトなんで、私早いんですよ、集合が。両方とも私 3時過ぎに起きてるんです。で、夜まで撮影して3時過ぎに起きてて、で、昼夜公演をやったので、さすがに、なんかちょっと疲れてるかもしれない。あんまり疲れたとは思ってないんだけど、ちょっと疲れてるかもしれないと思って、もし今日は12時まで目標じゃけど、もし途中で眠気が来たらごめんなさいって感じだから限界までショールームするけど、ちょっと眠気が来たらちょっと寝ます、今日は。しかもね、聞いてください、公園のね、お弁当がね、今日あんまり、そう、なんかサラダしか食べれるものがなくって、お腹空いてるので、オムライスを今自分でそう作ってきたの。本当はお好み焼きの出前を取りたかったんだけど、10時までで取れなかった出前が、だから今からオムライス作っての食べます。うん、食べない瞬間、うん。葵ちゃん、ありがとう。ちょっと待って、ごめん、食べちゃってた。あら、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 待ってね、手紙を、こまよ、ちょっと待ってね、みんな、ありがとう。かわいい。これ今までのタワーの中で一番好きかもしれないっていうレベルで、めっちゃかわいいよね、このタワー。嬉しい、ありがとう。葵ちゃん、くまさんタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。みなさん、ありがとうございます。まつさん、ありがとう、ありがとう。リガメオ、クマさんタワーありがとう。クマオロ、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。
ありがとう。ありがとうございます。よし、お好み焼きの出前はね、広島では結構割と当たり前というか、出前といえばピザかお好み焼きって感じです。公園のひらちゃんほんと好き、ほんと嬉しいんだけど、嬉しい。まちさんありがとう。めっちゃ抱える。毎回説明、眠気の限界です。毎回説明してたらめっちゃ説明しないといけないぞ。よっしゃ、ちたちゃんありがとう、ケニーありがとう。お、ひりおるこいて嬉しい、ありがとう、よかった、楽しんでいただけたなら。永遠に私の光ありがとう。くまよ、ディナー、ひでこんありがとうございます。あおいちゃんありがとう、のっぴーありがとう、りぴこありがとう。お、初当たりますように。島歌、街の明かり、道浦コンビ好き、嬉しい。とにかくハムタイプです。え、嬉しい。今ちょっとコメントばっかり読んでたから不細工だったかもしれない。嬉しい、ありがとう。ちょっとね、今もう公演終わりでボロボロなんですけど、ありがとうございます。うん、まだゴゴリは来たことないんですか。ぜひ一度船の揺れを感じに来てください。今日はね、カープも、カープも今日勝ったっけね。ほんまにいい4日間の締めくくりです。あの子は体力消耗するわ。でも私はなんか陸上公演の時よりなんかいける気がする。いや違うの、そうなの、ひどいの。なんか私がね、なんか結構お弁当がね、あれで、みんな結構お弁当ね、一口も食べないんですよ。なんかあんまり食べれないものが結構多くって、お弁当がみんな手をつけないんです、お弁当にあんまり。で、私はいつもそれでもみんなが食べてなくても食べる方なんですけど、今日は本当になんかちょっと私も食べれない感じのお弁当だったんですよね。で、ドーナツを買ってってたんですよ。さすがにお腹空いて倒れちゃうと思って、でドーナツを食べてて、メイクしてもらいながら、でね、まあ半分ぐらい置いてたんですよ。でそしたら、まあ、今日の恋中のところで、なんかココアさんが、ゆらちゃんのドーナツを二口もらったので頑張れます、今日は頑張りますみたいなこと言ってて、えみたいな、あげた記憶ないんだけどと思って、えと思って、ええと思って、その後ココアさんがマイクを気にはけて出て帰ってきた時に、あげなんかこう周りでへーへーへーのとかで回りながら、あげてないですよね、勝手に食べましたかって言って、めっちゃ悪い顔してたココアさんが。そう、帰ったらちょっとドーナツが小さくなってた、勝手に食べられました。
なべなべありがとう。本当に。なんかね、あんまりなんていうんやろ、メニューが結構なんかサバとかだったけん食べれんかった。リナもよくまーよ、元気さんありがとう。うん、最善ですけど待ってました、ありがとう。そう、でもお弁当とか食べ物って結構一日のモチベーションになるから食べ物は大事です。うん、サバ嫌いっていうか苦手ですね。あんまり、うん、食べないかも、サバ。うーん、青魚、うーん、なんだろう、いや魚、鮭とかは好き、白身魚とか。あ、そうだね、青魚っていうか、それが苦手なのかもしれない、ちょっとだけ。公演初参加、おっ、嬉しい、ありがとう。しめさばって名前だ、すげえ。高校入学してすぐにゆらりんに告白して気を使われて振られて気まずい3年間を過ごしてる。待って、めっちゃ癖があるコメント、ちょっと笑った。テンションが上がるお弁当は何ですか。私はのり弁。私はのり弁が嬉しいです。あおちゃんありがとう。そう、まだとっ、あやばい、スプーンを落としてしまった。もうもう無理よ、ウェットティッシュで拭こう。うん、みゆみゆ推しの人、くまさんありがとうございます。パックさんありがとう。なんかのり弁ってなんかカースト界みたいななんかイメージあるかもしれないんですけど、私のり弁めっちゃ好きなんですよね。唐揚げ弁当とかも好きだけど、なんでゆらさん見て可愛さに驚いた。え、嘘、本当、え、めっちゃ嬉しい。ありがとう。写真写りも悪いんです。そう、本当に丸いんです、写真写り。ひろさんありがとう、トヨタありがとう。なんかでもドラフトの合宿の時にずっと白身魚のフレーのお弁当だったんですよ、ドラフトの時にね。もうだから白身魚の弁当を見るとすごいドラフトの時の合宿を思い出して、もううんってなる。ふーちゃんありがとう。え、スティール最初に可愛いと思いました。え、嬉しい、ありがとうございます。あ、そう、ピザ、そう、いろんな新メニュー出たからね、みんな食べてみてください。え、もうなんかディップはね、いろんなところに使ってるから、わけわかんなくなったけど、これは多分メイクさんが最後につけてくださったやつ、ティント、イヴ・サンローランのオイルティントかな、これは。読んだかも。私、そう、でもドリンク種類増えたんですよ、コーラとか。
ジンジャーエールとか。私たちも今日コーラ買いに行きました、お昼ご飯に。うん、アイスコロネは私まだね食べてないの。美味しかったですか？でもあれめっちゃカチコチなんですよ。食べれるようになるまでめっちゃ時間かかるって聞いた。コーヒーも出た、クーカさんが飲んでた。ツラちゃん、クマさん、ありがとうございます。買います。え、そう、なんかね今日モータンさんと一緒にね、クーカさんの YouTube を見てた。あれがめっちゃ美味しそうだった。トースト、ピザの、ピザじゃないや。ごちそうさまでした。チーズのトーストをクーカさんが食べてるやつがめっちゃ美味しそうだった。クーカさんのね、なんかなんとも言えない喋り方がすごい好きなんです。なんやろうなみたいなほっとりした感じがめっちゃ可愛くて好き。ピオニーありがとう。弁当さんありがとうございます。小山ちゃんありがとう。あ、そうそう、今日そういえばね、ちょっと一個やりたいのがあって、お昼寝はする。今日はみゆみゆさんと一緒に寝てた。あの、一個やりたいことがあって、そう、最近ね、なんか私、まあ、YouTube めっちゃ好きで、あの、まあ、もうそれは元からなんだけど、 YouTube をね、よく見るんですけど、暇な時とかに。でもなんかもうこの4日間は結構忙しすぎて携帯もあんまり触れてなかったから、この4日間めっちゃ溜まってる YouTube があるから、もう今日は久しぶりにゆっくりできるからお風呂でゆっくり見ようって思ってるんだけど、最近の YouTube でなんかあのプロフィール帳をねやってる YouTuber さんがめっちゃいて、なんか私が小学生ぐらいの時にめっちゃ流行ったプロフィール帳っていうのがあって、プロフィール帳っていうのがあって、その紙にね名前とか自分のなんか特技とかチャームポイントとか書くやつがあるんですよ。でなんかそれをなんか最近いろんな YouTuber さんがやってて、私もやりたいなって思って、そうショールームでやりたいなって思ったの。プロフィール帳どうやって喋る、あ、こんな感じのやつ、なんかこんな、待ってよ、ちょっと見やすいんじゃないかな。私がね小学生の時にねめっちゃ流行ってたんですよ、こういうの、こういうの。こういう感じのなんか枠がいっぱいあって、その枠にみんなが書いていくみたいなやつ。こういう感じで名前、特技とか、これをね小学校の時にめっちゃやってて、それが今 YouTuber さんがめっちゃやってて、あっちもやりたいなって思ったんだけど、探したんだけどプロフィール帳さすがにもうなくって、でも多分ね屋根裏部屋にあると思うんだけど、まあ、ちょっとここら辺探してもなかったので、なんか自己紹介のサイトでなんかこうそれに答えていきながら、ちょっと改めて皆さんにちょっと自己紹介しようかなと思って。ご紹介、質問、自己紹介を改めてしていこうと思います。私屋根裏部屋って、ドラフト候補生の時屋根裏部屋からいつもショールーム配信してたんですよ。なんかそのね、なんだっけ、
プロフィール帳を小学校の時とかにめっちゃ流行ってたんだけど、そのプロフィール帳にさ、なんか恋愛コーナーの欄とかって、なんか好きな子は〇〇みたいな、好きなタイプはみたいな、〇〇くんみたいな、そういうのもあったよね。懐かしい。新規なのでワクワク、お、嬉しいですね。まあとりあえず100個やっていきたいと思います。はい、いきますよ。長いですよ。もっくんありがとう。1番、出身は広島県出身です。年齢は20歳です。誕生日は3月の12日です。血液型は O 型です。身長は、そう、最近そう事務所で身長を測ってココアさんが写真撮ってくれたんだけど、身長がなんと伸びておりました。私の今の身長はですね、これまあ私なんですけど、これココアさんが撮ってくれたんですけど、今の身長はですね、これです。 155.8 ぐらいかな。めっちゃ伸びました、昔に比べて。はい、握力は、私握力本当にないんですよ。こっちが8ぐらいで、左が8ぐらいで、右が11ぐらいです。握力はね、本当にね、私ないんです。7、周りから言われる性格なんだろうね。なんだろう、なんか適当な人だねって言われます。適当ですね。本当の自分の性格はなんだろう、結構オンオフが激しい性格だなと思います。頑張ろうって思ったことはこうバーって頑張られるんですけど、頑張れない時はとことん頑張れないっていう性格です。ね、最近集めているもの、なんだろう、最近集めているもの、なんだろうな、あ、帽子とアクセサリーかな。なんか帽子好きなんですよ。結構帽子、キャップとかキャスケットとかと、あとアクセサリーも好きで集めてますね。そう、そう、なんかね、結構集めてるんだけどね。最近はなんか友達からとかお土産とかでのアクセサリーとかもらったりすることが多いです。10、将来の夢。将来の夢はでも、まあ、幸せに暮らすことですかね。私はアイドルになることが夢だったので、なんか今ちょっと一つ夢が叶った状態なので、今からの将来で言うと幸せに暮らすことですね。言われて嬉しい言葉、なんだろう、でもシンプルになんか可愛いねとか褒められる言葉が嬉しいですね。何をしている時間が一番好き？公園ですね。公園でステージに立ってる時間が一番好きです。好きなことわざは一日一善かな。一日一つは何かいいことができたらいいなと思ってます。あとは継続は力なりっていう言葉ですね。そう、私は継続することがね、何よりも難しいことだと思っていて、継続していることが何よりも一番力になると思っているので、継続は力になりますが好きです。次、好きな香り。これはね、好きな香りはね、あのですね、柔軟剤とかの香りが好きです。あとでもミストとかもすごい好き。なんか本当に好きな香りで言うと、なんか具体的に言うと、私の好きな香りはこれとかめっちゃ好き。これ友達にもらったんだけど、ゼラピケのヘアミストなんだけどね、ピオニーブーケっていう香りなんだけど、この匂いめっちゃ好き。なんか香水のきつい匂いが苦手で香水はつけないんですけど、このミストとかは好き。あとはディオールのヘアミストもピンク色のめっちゃいい匂いで好きです。好きな食べ物はお好み焼きと、あとお寿司。好きな花は、なんやろな、いっぱいあるけど、カーネーションとスズランが好きです。好きな色は白、黒、水色、紫。好きな形、好きな形って何？丸。飲んで大衆にしたいは笑う。好きな顔文字、好きな顔文字、なんやろな、なんか一番使うのはこのニヤってやつです。こういうやつ、ニヤってやつめっちゃ使うかも。異性のドキッとする仕草、
でもなんかさりげなくこう歩道とか歩いてる時にスッてこう車道側から歩道側にこうスッてやってくれる人とかかっこいいね。フェチなんだろう、フェチこの辺、男の人だとこの辺なんて言うんだろう、首元この辺が好き、男の人だと。女の子だと鼻かな、鼻が可愛い子は可愛いなって思う。付き合うなら何歳上まで OK？ うーん、何歳でも、好きになった人ならもう私何歳でもって感じですね。今一番デートで行きたい場所は、十日さん、十日さんっていうお祭りをねこの3日間広島でやってたんですよ。もうそれをね仕事終わりに一人でこう通るたびにカップルで浴衣を着てこう屋台でいろんなもの買って楽しそうに歩いてる人たちを見てるとうーんって思います。いつか私もって思いながら見てました。うわ、こっからなんかねちょっと浮気されたことはある、したことは、ちょっとここら辺飛ばします。どこからが浮気、どこからが浮気、隠れてあったらじゃないですか。隠れてなかったら別になんか会いに行ってくるよって言われて行かれたら別にいいです。付き合ったら束縛する、わかんない。束縛されても平気、平気です。好きな人だったら何言われても平気です。一目惚れしたことある？ありません。理想のタイプは一緒にいて楽しい人と、あのドライヤーで髪を乾かしてくれる人です。理想のタイプはなんかこう例えば普段の何気ないこととかも一緒にいれば楽しくできるみたいな人がいいです。結婚もしたい、したいです。ちょっと飛ばしますね、なんかちょっと微妙なやつは飛ばします。ちょっと飛ばします。告白はする派、待つ派、なんかね告白どうなんだろうね。もう好きな人には好きってめっちゃ言っちゃうかもしれないです。苦手、嫌いなタイプ、特にねあんまり人のことを嫌いとか思、嫌いな人がこの世に一人もいない。好きなアーティスト、好きなアーティストいっぱいすぎてやばいですね、いっぱいすぎてやばい。最近で言ったらヨルシカさんとか、あとね私が最近ハマってるバンドがあるんです。私が最近ハマってるバンドがあるんです。ちょっとねファン、ちょっとなんかおかしいバンドなんですけどね。まあ普段聞くってなったらヨルシカさんとか、あとはどんなのかな、椎名林檎さんとかも聞くし、バンドが結構多いですね最近は。オーラルとかホーリミとかリーガルリリーさんとかコレサワさん、シシャンもマイヘアラッドみたいな感じで結構多いんですけど、最近ねめっちゃバンドがね、内首ごっくもん同好会っていう曲なんですけど、ちょっとね本当にやばいんだよね、やばい曲が多いです。どれだったの、なんか こういう感じのちょっと頭おかしい感じ好きです、はい。そう好きです。最近こうちょっとハマってる、元気をもらえる歌いっぱいありますね、いっぱいあるけど元気ないなって時に聞く歌なんだろう、こぶしファクトリーさんとかよく聞くかも、元気ない時とか。あと好きなこと、歌って踊ること、本当にこれだけです。得意なこと、得意なことなんだろう、得意なこと、でも歌とかダンスはね自分では得意とは思ってはないんですよね。なんだろうな、得意なことなんだろうね、あざといこととか。好きな芸能人あんまりね、なんかこの人のファンになるとかだったことはない。
きな芸能人、でも基本的にアイドルが好きですね。ハロプロさんとか特にめっちゃ聞く。最近のマイブームなんだろう。最近のマイブーム、洗濯、洗濯。自分のものは自分で洗濯するんですけど、いい匂いにしたりするのが好きなので、洗濯、今日もショールーム終わったら洗濯しようって思って。好きな飲み物、お茶お茶が好きです。お茶が好きです。お茶とお茶が好きです。お茶が好き、お茶が好き、お茶とビールが好きお茶とビールが好きです。好きな食べ物、お好み焼きとお寿司。今一番やりたいこと、スタジオ公演かな。スタジオ公演がやりたい。スタジオ公演がやりたいね。好きな場所、好きな場所はあの STA48 号です。船の上が好きです。もう家みたいなもんなので。ケニーありがとう。仲良くなれる友達のタイプ、私どんなタイプの人でもねいける。本当になんか幅広い、私めっちゃ友達多いんですよ、幅広い。そう、本当どんなタイプでも行きます。よく行くパワースポット、よく行くっていうわけでもないけど、どこだろうな、行くとしたら。あ、これケニーありがとう。あ、よく行く場所ってわけでもないんですけど、私の中でのパワースポットはですね、あの宇品湖、能登宇品湖のあの1万トンバースっていうところがあるんですけど、そこは私の中でパワースポットかもしれない。たまに行きます。ストレス発散方法はもう公園に出ること、歌って踊って。もう私昨日とかもうね、すごかったもん。もう暗闇とかも荒れ狂ってた、夜公園とか。生々しくお互いの正体を明かそうみたいな、もううわーってなってた。もう荒れ狂ったように、もう心を、気持ちを込めて、もう暗闇を歌ってました。好きなキャラクター、好きなキャラクターはね、サンリオで言ったらシナモンが一番好き。なんだろうな、でもはなかっぱが一番好きですね、全体的に言うと。はなかっぱとか、あとはダッフィーとシェリーメイも好き。好きな絵文字、さっき言った、一番好きな時間もさっき言った、公園に立ってる時間。自分の長所と短所、自分の長所は何だろうな、なんか割とおおらかなところ。もう誰に何をされても基本あんまり怒んない、あの友達に関して。友達とかこうメンバーとかに本当にね、もうなんかいつも私体枕にされるし、ドーナツは勝手に食べられるし、もうやりたい放題されて、もう散々ネタにもされるし、デブデブって言われてもなんか全く怒んないけど、なんかそれをママに言ったら、だから家でこうなのねって言われた。だから友達とかメンバーには全然怒んないけど、家ではママにすぐうーんってなるらしいです。でももうママにうーんってやってもね、体で取り押さえられるから笑っちゃって終わる。自分の短所なんかもう数えきれないほどある。苦手なもの、なんだろうね、なんか細かい作業、コツコツした作業は苦手です。好きなスイーツ、タピオカ。似ていると言われる動物、みちゅんさんにめっちゃリスみたいって言われる。でも言われ、なんかココアさんとかにも、みゆみゆさんとかにも言われる。ゆらって何やっても怒んないよねってココアさんに言われる。そう、もう怒んない。コンプレックスなんかいっぱいある。あ、もうこのムチムチな体です、本当に本当に嫌だ。チャームポイントはここのほくろです。なんかいい位置らしいです、このほくろは。昔から変わってないところ、このなんか喋り方とかかな。もうやめてよみたいな。もう嫌だ、できないみたいな。言うときは言う。好きな柄？柄って何？柄？何？柄が分かんない。チェックとかってこと？
ドットとか、なんだろうね、柄って言われると難しいけど、ドットとか好きなファッション、なんか最近はカフェラテコーデめっちゃします。まあ今レッスン着たからだけど、カフェラテコーデめっちゃしてます。なんかベージュベージュみたいな、ベージュばっかり着てます最近ハマってるカフェラテに。好きな髪型はなんか本当はあの巻いてる髪が好きです。シティになってから巻き髪ができないので、あのしたことないんですけど、こう上げててなんかちょろげとか巻なんかここら辺毛出してこうくるくる巻いたりするのとかめっちゃ好き。プライベートではよくやってる。好きな味付け調味料、え、なんだろう、なんだろう、好きな調味料難しいな。あ、おたふくソースが好きです。何でもおたふくソースかけたら美味しくなると思ってる。今の自分に一番必要なものはもう睡眠です。もう本当にね、この4日間全部寝落ちして全部もう寝坊しかけてるんですよ。もうだからやばい、今日はゆっくり寝る。ゆっくりって言っても明日も朝からだけど。好きなイベント、もう公園ですね。ゴゴリバ公園、まあ、ゴゴリバ以外でも陸上公園も大好きだったし、本当に公園がすごい好きです。ダフクソースはね、広島のお好み焼きのソースで。標準的な起床時間、でもなんかもうな、結構普通に5時集合とか多いからの ST になってから。でも普段は結構8時には起きてるかな。標準的な就寝時間、もう最近はもう疲れすぎて12時前にはもう寝落ちしてることが多いです。朝起きて最初にすることは携帯をいじること、寝る前に必ずすることも携帯をいじること、 YouTube つけながらいつも寝落ちしてます。自分冷めてるなと感じるとき、いっぱいある、なんかいっぱいある、うん、いっぱいあります。好きな移動手段、私はねバスが好きです。なんかバス好きなんですよ。自分って怖いなと思うとき、なんだろうな、なんだろう、自分って怖いなって思うとき、なんだろう、なんだろう、パッて思いつかない。友達は多い、多いです。好きな季節は夏です。なぜ、水が好きだから、水にいっぱい入れるから。好きな数字は2。今これはもう絶対しないと決めてること、しないと決めてること、なんだろう、いっぱいある、いっぱいあるよ、そんなのあるけど、まあ一つ一つの声でどんだけ疲れてても手を抜かないようにはする。今一番勉強したいこと、そうね、今何勉強してるかな、最近勉強してることで言ったら、まあ結構あのパソコンを頑張ろうと思ってて、ケニーありがとう。なんかワープロ、エクセルとか頑張ってる最近は。なんかヒストグラムとか、そう、度数分布表とか、そういうなんかグラフとか表とかもエクセル使って作れるようになった。あとアニメーションとかも、回帰性モデルとか、最近は何やってるのかな、結構なんかね、シグマとかそういう数学系とかやってますね。なんか一番最近なんかやったのはね、エクセルで、度数分布表とヒストグラムと散布図を作成 して単回帰分析の結果を読み取るっていうやつをやってました。いや、なんか最初はなんかわかんないけど、一個一個着実にやってたらできるので、勉強は割と好きです。なんかこうやればやった分
だけ結果が出るので勉強は分かりやすいので好きです。頑張れば頑張っただけできるようになるので。アイドルはそうじゃないので闇アイドルはね、頑張っても頑張ってもうまくいかない時もあれば、運が良ければうまくいく時もあるっていう感じなので分かりにくいですでも勉強は頑張った頑張った分だけ結果が出るので分かりやすいので頑張れますはい、次ね、友達、違うわ、後悔してること。えもう山ほどあるわ、そんなめちゃめちゃあるよ、本当にめちゃめちゃある、めっちゃありますマジで。友達には何でも話せる、何でも話しますね私は。好きなスポーツはもうダンス、毎日欠かさずやることは何だろうな、毎日欠かさずやること、なんだろう、なんだろう、毎日欠かさずやること、あでも写真は結構割と毎日撮ってるかもしれない、何かしらの。斉藤さんありがとう勉強やったら結果出るよ出るよ、それはね、やれ、結果が出れる、出るほどやってないだけだよケニーありがとう。恋愛において自分のいいところ、結構割と何でも言う、多分私好きな人に浮気されても許しちゃうと思う。好きな人に浮気される辛さより自分とその人が一緒にいれなくなる辛さの方が辛いと思う、私は寂しがり屋だから。ケニーありがとう、文豪ありがとう。今あなたの支えになっているもの、もうそれはみんなです、本当に本当にね、みんなが頑張れって言ってくれなかったら私頑張れないから。阿部ちゃんありがとう、マジマジ、浮気されるよりいなくなられる方が辛いですって思っちゃう。今一番頑張っていることはもう公演ですね、間違いなく。生まれ変わったら、生まれ変わったらどうだろう。でもアイドルじゃなくて、私はそうずっと習い事でアイドルみたいなことをしてたので、11歳の頃からずっとそんな感じのことをしてたので、何にもないただの学生っていうか普通の人生を送ってみたいかもしれない。まあ、座右の銘は継続は力なりですね。最近嬉しかったこと、あ今年もみちさんと2人でトーカさんに行けたことが嬉しかった。常にこうしていたいと思うこと、クーラーガンガンにつけた部屋の中で布団にくるまって YouTube を見ていたい。目標、そうですね、目標は今回の握手で全部感謝ワークを開くことです。憧れの有名人いっぱいいるな。でもアイドルで言うと私は須田あかりさんとかゆめりんさんも憧れます。今の自分に一言、眠い、以上です。終わりました。皆さん終わりました。ちょっと嫌なことを知れたかなって感じですかね。自己紹介質問やってみます。こんな感じです。ゆらは割と分かったと思うんですけどね、結構適当なおおらかな人間です。私はやるときはやる、やらないときはとことんやらない、そんな人間です。やる気が出るまで待ってくださいっていうタイプの人間です。やる気が出たらすんごい頑張る、もう誰よりも死ぬほど頑張るんだけど、やる気が出ないときは本当に何もできないっていう、本当に自分でもねなかなかの性格だと思っています。お、七千静さん、くまさん、五校もありがとうございます。七千静さん、くま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 、ありがとう、ありがとう そうなんです、私好きなお酒はビールです
しい。歌声結果向き嬉しいよ。阿部ちくまさんありがとうございます。いやそんなね、なんかめっちゃ飲みすぎるとかはないので。なんか最初苦手だったんですけど、ビールがこうなんか友達とかって言った時に、あとりあえず生でっていうのがすごいかっこいいなって思って、かっこいいなって思ってなんか言ってたんですよ、かっこつけて。そしたら本当に好きになっちゃいました。そう、でもそんな飲まないです。ショールームで飲まないので安心してください。もう多分私この人喋んない方がいい気がする。喋んない方がいい気がする。これ以上これ以上喋んない方がいい気がするね。なんだ、なんかキリンの本絞りに赤い缶のやつが一番好き。朝日も好きですね。あとハイネケンとかも好きです。そう、え、ビール好きなんですよ。そう、本当になんかあんまり、なんかカクテル系はあんまりわかんないです。カクテルはそう、あんま飲まないからわかんないです。あんまり甘いお酒が好きじゃなくて、そうな感じで。そうね、ハイネケン飲みやすくて好き。まあでもあんまりそんなベロベロになるまで飲むことはないんで、一杯だけって感じ。まあ別にジュースでもいいやって全然感じだから、そうなんか、うん、って感じ。はい、ということでもうなんだかんだ40分になりましたね。ケニーありがとう。まあ皆さんのご想像にお任せします。お任せします。でも多分みんなが思ってるよりかは強いかもしれないですね。はい、それでは、ちょうどこの後に言うの嫌なんだけど、そう ST48 のサードシングルのね、握手会の日程が出ております。出ております。はい、おすすめ日欲ししてあるところです。ぜひね、ちょっと私は今日新たな一面を皆さんにさらけ出しましたので、ちょっとお酒の話したいなとか思ったら、あの会いに来てくださると嬉しいです。いろんな話ができます。なんか割と多種多様、いろんなことを知っている方だと思うので、そういろんな話をしましょう。そう、あのなんか握手しに来るのはもちろんなんですけど、ゆらと話すの結構楽しいなって思ってもらえるような握手ができたらいいなと思ってるので、普通におしゃべりもね楽しくやりましょう。ぜひ会いに来てくださると嬉しいです。いろんな話をしましょう。待ってます。小山ちゃんありがとう。ゆうとありがとう。で
そう、会いに来てください、ぜひお願いします。待ってます、いろんな話をしましょう。本当にアイドルも好きだしバンドも好きだしね、何でも話せると思うので、スポーツも好きだし結構いろんな話をできる方だと思いますので。飲んでない、本当に飲んでないです。今私ジュースしか飲んでない、本当にやめてください、飲んでないです。アイドルの話、アイドルの話もめっちゃ、そうハロプロさんから坂道さんまで何でも結構話せるので、もう違う違う違う、いやこれは本当にでかみた、もうやっぱ言うもんじゃないね。もうゆらは寝るわ今日は、もういやもうね、この4日間マジで頑張ってだと思う、自分自身もこんなにぐうたらな人間がこんなによう頑張ったと思うわっていうぐらい、自分はもうこの4日間に悔いなしっていうぐらい頑張りきったので、今日はゆっくりお風呂で YouTube を見ながらゆっくり寝るって決めてるんです。クーラーガンガンにかけてお布団にくるまって、もう最近ちょっと疲れすぎて寝落ちしかしてなかったんですけど、もう本当にゆっくりお風呂に入ってもうゆっくり寝るんだから今日はって感じ。ハムレさんありがとうございます。ということでちょっともうあと15分なんですけど、ちょっともう今日は終わりにしようと思います。ちょっともう洗濯物したいんです今から洗濯物したいので終わります。楽しい時間をありがとうございました。それではランキングを見たいと思います。13位、ケニーだよほいさん、あとアーシャかわいいね、あーありがとうございます、変わったんです。12位しんいちさん、ありがとうございます。11位ルカさん、ありがとうございます。10位小山町あとゆらりん大好き、ありがとうございます。9位ディンバオさん、ありがとうございます、こんばんは。そして8位がのっぴー、ありがとうございます。7位が元気さん、ありがとうございます。6位が伝説のヒルポン、あと昼夜公演参加レース嬉しかった、ありがとうございます。5位がみゆみ推しの人、あとベアーズ研究生さん、ありがとうございます。そして4位が津田ちゃん、ありがとうございます。そして3位が七千鶴さん、ありがとうございます。くまさんたくさんありがとうございました。そして2位が葵あとゆらもちめマックスナウ、おう嬉しい、ありがとうございます。熊さんとはありがとうございました。そして1位はドゥル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 ドゥンディガンメオ、いつもありがとう、こんばんは、ありがとうございます。パサランヘありがとう。ということでちょっとやめてください、変に思えるのやめてくださいということで今日は少し早いんですけど終わろうと思います。ということでありがとうございました、バイバーイ。